皆さんこんにちは、バカチン四国と申します。今日はモンハン動画初投稿ということで、超特殊魚かけるリの角納品に挑戦するぜ。噂によれば、今一番熱いクエストらしいから、気を引き締めていきなよ。任せろ、なん、たかがちょっと強いケルビだろ。そんなのにみんな勝てないなんて、修行が足りないんだよ。修行が、君たちに今からプスの違いってやつを見せてやんよ。行くぜー。インクスタート。さて、早速始めるか。今回の装備はこんな感じ。防御に特化したスキル構成だよ。2番目の反射っていうスキルは、ガードしたら敵にもダメージを与えるスキル。みんなも使ってみてね。スキル解説も終わったところで、よし、シリサ、敵の初期エリアを教えてくれ。はった押すぞ。申し訳ございませんでした。調べたらエリア2にいるみたいだけど。あれ、ケルビって発見マークでたっけ？この個体、今までとは格が違うみたいね。関係ねえよ、叩き切ればそれでしまいだろ。おい、あいついつからマジカルビーストになったんだよ。モンハンはそういうところじゃねえぞ。ああ、これは完全にやっちゃってるね。気をつけて、もしかしたら攻撃もおかしくなってるかも。いやいや、冗談はよしてくれ。まさかそんなことあるわけが。おい、マジでイカれてんな、このクエスト。どうクリアすんだよ、こんなん。こういうクエストって、何か特殊な方法で倒したりするんじゃないか。あ、それなら反射のスキル使ってみたら、ワンチャンガードなら攻撃耐えたりできるかも。お、それいいな。飛車見てろ、よしかやろう。絶対ギャフンと言わせてやる。いいよ、来いよ、攻撃してきた時が貴様の最後だ。ふっふっふっ、貴様の泣き叫ぶ顔が目に浮かぶ。いや、ちょ待て、ちょい。どうしてだよー。いや、もうガード関係ないじゃん。無理じゃん。勝たせる気ないよ、あいつ。もうこうなったら最後の手段しかないよ。ケルビの角納品クエなんだから、納品してクリアしよう。くそ。戦いでは勝てないと認めることになるな。だがしかし勝負には勝たせてもらうぜ。どうだ、会心の一撃連発。クソしか。自分の見えないところでクエストクリアされる様を、歯ぎしりしながら記憶に留めるといいさ。ブホッホ、一気一気、な、はっはっは、は。あれ、発見マーク。もう許さねえからな。